火災神社は、東京都葛飾区東金町にある神社。旧社格は豪社。金町、東金町を合わせた11町会の総氏神。祭り林八章の神社でもある。創建の年代は、平安時代末期、元略2年である。当時は上火災、下火災合わせた33教の総鎮守として、 カサイサブロ校キシゲコウの信仰により、カトリ神宮の分霊を祀ったのが始まりである。この地は、カサイミクリアの神域にある。その具体的転居としては、カトリ文書のうち、鎌倉時代から室町時代にかけての文書に、自称元年定有12月9日、カトリ造営次代、カサイサブロキシゲなどをはじめとする記述が、参見できる。なお、 死徳四年の官府によると、ミクリ屋在住の領家である浦部氏に関して、武蔵国猿またかんむじか大根、ギ、長房女船機カレー聖媒う々などの記載があり、王冠の神馬から石線なども徴収して、神宮の用途に当てていたことが検証できる。中でも、金町、小網、猿、また、飯塚の四郷は、古来より二十一年ごとに、かと神宮の造営を携わっていたことは、 この地とのゆえんを物語っている。上記の自由から、火災神社が郷内の守護神として祀られたと言われている。その後、時を経て、この香取宮は、明治8年には豪社に定められ、第二次世界大戦後は、全国神社の社格が廃止され、宗教法人火災神社として、今日に至る。以下に記す多くの切末者が、境内に鎮座する。火災神社は、 祭り林発祥の地と言われている。祭り林すなわち火災林は上等地域に古くから伝わる郷土芸能の一つ。起源について明確に記載された文献は残されていないが、通説としては、京方年間、火災神社の神官、のせたまきが、京神の赤に合わせ、音律を工夫して若林として、村の若者に教え、御神霊を、 おなぐさめしたのがその起源とされている。法暦3年頃より、関東大館、稲半左衛門忠政が、天下太平、五国法上を祈願するとともに、一家は合並びに、青少年の全道を目的として、これを奨励した。結果、毎年各地で河西林代表者の選出会が、催されることとなり、選出されたものを、大館自ら、 神田明神の将軍家五条乱祭りに推薦したことにより大流行した。なお、火災周辺各地より名人が神田祭で林の奉仕をする形式をとっていたがやがて、それらの技能を身につけた神田の氏子たちの手でお林が行われるようになる。以来、お林は、盛官の一図をたどり、神田林、深川林、また、関東周辺にも広まり、秩父、 川越、石岡、また、東北地方、東海地方の林の流儀を生んでいる。ただし、火災林は、海年間裏側に、黒船が捕来した事件と、相まって一時衰退を見せる。安在4年6月の神田祭より、月番寺社奉行、松平豊前、守るの肝入りで、復活の兆しを見せたものの、幕末から、 明治維新へと変遷を遂げる社会的動乱の中で再び衰微した。祭礼林に対して時代の変化による世人の思考が変化したこともその要因と考えられる。しかし、以降の社会情勢の安定化に伴い火災林も復活を見せるところとなり、明治17年の神田明神の大祭において火災神社名人代表が参加して好評を博した。また、 この頃に、小松村の新館秋元敷渡るが主体となって、火災林の普及に努めたことも復興に、大きな役割を果たした。第二次世界大戦後、いち早く有志によって、昭和26年に火災林保存会が結成され、昭和28年に、東京都より、無形文化財の指定を受け京に及んでいる。現在、火災神社の霊体祭、 11月の鳥の市の祭事に、放納演奏を、また、毎月中旬の日曜日にも、境内で稽古が行われている。余談だが、火災林の名称自体は、戦後に付けられたものである。これは大東亜戦争の後、地元有志の手により、保存会が結成されてからの故障でありそれ以前は、単に、お囃子と称されていた。 葛飾区唯一のおとり様として11月の通りの日には熊手を求める参拝者で賑わっている。鳥の市の夜にはカグラにおいて素人演芸大会が行われており、第二次世界大戦以前から長く続けられている。また、日本放送協会のテレビ番組 NHK のドジマンの初代の鐘が奉納され、今でもその鐘で参加者の歌唱力を審査している。 毎月第一土曜日に朝8時から夕方まで、河西神社青空骨董市委員会による青空骨董市が開かれており、多数の出展がされている。JR 常磐線、京成線金町駅より徒歩約10分。ありがとうございます。